お元気ですか、ボクシミです。今回は2023チームジャパンオフィシャルトレーディングカードの開封動画です。こちら1パック5枚入りで1ボックス18パック入りなので、9パックずつね、前編後編に分けてやっていきたいと思います。こちらはね、プロ野球カードではないですが、いろいろなね、アスリートの選手が出てきます。ぜひお楽しみに。まずはね、前編の9パックやっていきたいと思います。まずは前編の9パックやっていきたいと思います。まずね、前編の1パック目でございます。こちらね、水泳の、本田トモルさんでございます。トモル選手でございます。はい。で、こちらは、渡部明人さんでございます。ノルディックのね、久保選手でございます。で、これフェンシングの上野優香選手でございます。で、これリュージュの小林誠也選手でございます。で、これレスリングの浜口京子選手でございます。続いて、2袋目でございます。こちらね、バレーボールの石川祐希選手でございます。バドミントンの増友美咲選手でございます。フィギュアスケートの河辺愛菜選手でございます。で、こちらね、新体操競技の北園丈琉選手のこちらね、カードなんですけど、こういうふうに分かりますでしょうかね。こういうね、虹模様でございます。こちら限定カードでございます。こちらはですね、75分の、こちら13となっております。はい、こちらでございます。続けていきます。フェンシングの美濃部和康選手でございます。3袋目でございます。これはバドミントンの郡司リコ選手でございます。これ、ウェイトリフティングの三宅ひろみ選手でございます。卓球の、福原愛選手でございます。ちょっとね、飛びました、失礼しました。で、レスリングの、浜口京子選手でございます。こちらね、笑顔が、ね、素敵でございますね。はい。で、レスリングの遠坂絵里選手でございます。4袋目でございます。バドミントンの高橋彩香選手でございます。これは競泳の入江陵介選手でございます。陸上競技の柳田大輝選手でございます。レスリングの藤波あかり選手でございます。で、スケートボードの青木幸人選手でございます。5袋目でございます。アイスホッケーの伊藤誠選手でございます。フィギュアスケートの高橋大輔選手でございます。で、ウェイトリフティングの三宅宏美選手のカードでございますが、ちょっとね、これはね、限定カードかな、間違ったらごめんなさい。ちょっとね、置いときましょうね、これね。はい。
で、レスリングの吉田沙保里選手でございます。で、陸上競技のサニブラウン・アブデル・ハキーム選手でございます。6袋目でございます。バドミントンの高橋彩香選手でございます。バレーボールの石川祐希選手でございます。フィギュアスケートの川辺真奈選手でございます。これはフェンシングの上野優香選手でございます。で、レスリングの遠坂絵里選手でございます。7袋目でございます。水泳の入江恭介選手でございます。バスケットボールの東堂かな、失礼しました、東堂七子選手でございます。で、バドミントンの郡司美子選手でございます。ちょっとね、カラー明るいようなね、これレアかな、ね、思います。ちょっと移動したいと思います。フェンシングの美濃部和康選手でございます。で、体操競技の北園丈琉選手でございます。こちらがね、ノーマルでございます。ちょっと、ね、ピントがね、ぼやけていますが、ご了承ください。8袋目でございます。フィギュアスケートの宇野昌磨選手でございます。スピードスケートの高木美帆選手でございます。レスリングの新庄梨紗子選手でございます。卓球の木原美優選手でございます。で、体操競技の橋本大輝選手でございます。で、前編ラストの9袋目でございます。バドミントンの松友美咲選手でございます。ノルディック複合の渡部暁斗選手でございます。柔道の古賀若田選手でございます。で、レスリングの吉田沙保里選手でございます。で、柔道の阿部一二三選手でございます。はい、で、以上でございます。2023チームジャパンオフィシャルトレーニングカード開封動画、前編の9パック、ね、開封しました。で、まずはね、こちらのですね、はい、ちょっとね、手袋しているので、なかなかね、取りづらいんですが、こちらのね、限定カードはゲットしました。で、後編の方では、直筆カードに期待したいと思います。よかったら後編の方も見に来てください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。